よし、衣装もバッチリ。絶対逃がさないから。ハロウィンともちゃんからは逃げられないプリコね。ハージもあるよ。ということで今回はハロウィンガチャで限定ともさんが実装されたのでガチャを回しましょう。通常ともちゃんの星6実装といい、限定衣装実装といい、ともちゃんが激アツだな。はい、とってもヤバいです。視聴者アニッたちは無事にハロウィンともちゃんはゲットできたかな。プリコネの10連目はハロウィンだけにいたずらが好きだからな。平気平気。そうだよ、面白かった。素敵な仲間が増えますよ。素敵な仲間はトリート。おらー、たまにハーネをよこせや。おらん、見事に遊ばれてますね。そういえば視聴者アニキさんたちはトモさんはもう星6にしましたか。他の子もそうだけど、いつもピュアメモリーピースの単価が高いのでクラバと直前まで粘ってすまない。視聴者アニキたちも女神の日石を節約するためにギリギリまで星6開花を粘ったりするよね。てか星6開花トモちゃんとハロウィントモちゃんは性能的にはどんな感じなんじゃろ。視聴者アニキたちの感想をなしゃす。私の正義見せてあげるよ、ミクマリュウ魔法剣術シャイニーブレード。この後かすみちゃんが強制変身させられたんだよね。なんで今変身させたんだい。君何も考えてなかったでしょ。何も考えずになんとなくで変身させたでしょ。それにしても今回もうんともすんとも言わないガチャ模様ですね。もしパチンコみたいの強度派で昇格演出とかあったらノージルドバドバになるのかな。ギャングルはほどほどにしようね。ガチャという名のギャングルにハマってるネメリスちゃんだと説得力がないですよ。半分は当たっている。耳が痛い。素敵な仲間が増えますよ。本当、どうせまた嘘ついてるよ、このクソネ。やっぱりカリンさんは最高だぜ。カリン最高、カリン最高。宴の始まりだ。さあ、虹は誰が来る。むむむむむ。さあ、変身だ、ともちゃん。あなたがそこまで言うなら、心を奪う悪い人、つかまえた。うおうおう、ともちゃん、逮捕しちゃうぞ。90連でともちゃんに逮捕させてくれる際では神だな。前科も怖くないぜ。せっかくだし、アニメーション版演出も見てみよう。ここの表情最高。心を奪う悪い人、捕まえた。ルパン三世定期。せっかくだしユニオンバーストも見よう。衣装もバッチリ。ミクマ流夜会連山。逮捕しちゃうぞ。逮捕しちゃうぞが26年前という事実。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、リアルで捕まらないように気をつけてね。あと今回のサムネはクタンさんにお借りしました。ありがとナス。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。